頑張ります。明日仕掛けます。はい。誰も行く気がなかったら俺がもう先行してもいいよぐらいの気持ちで。あ、全然、うん、チャンスがあれば流してれば。流してればね。結構行くんですよね。まあ結構そう、まあ、そうですよね。わ、はい、うん、かんないですけど。逆にね、はい、誰も来ないだろうと思って流してるようだったら全然そうです、ね、ドーンと一周ぐらい終わりました。楽しみにしてます。頑張ります。はい。朝倉さんって昔聞いたことがあるんですけど、あの、はい、作新学院の自転車部の時に部活を終えて一人で自転車に帰宅中、はい、あ、警察に止められたことがあるんですか。ああ、はい、あ、そうですね、伝説、それにちょっとあります。あの時はなんかドキッとしたんですか。昔の話ですけど、いや、もう何て言われたんですか。もう止められちゃったんで、警察の人、はい、下りで飛ばしてたし、ね、びっくりしたんですよね、警察の人、はい、もう完全にもう、はい、あれですよ、スピード違反止めるような感じで出てきて、そういう感じで赤いのピピピピーってなで、そしたら自転車で、はい、自分が自転車を取ってヘルメットかぶって、はい、あ、ごめんごめんって言ってこう、こういう感じで、あ、いいよ、いいよ、本物、本物だって注意されたのかなと思ったら違うかったです、それは違います、大丈夫です。どうぞ、はい、バイクに見えたんでしょうか。はい、多分そうだったんですね。近況、あ、喋っていいですか、あと2、はい、大丈夫です、はい、近況は、ね、決勝入りが、ね、昨年は5月の大宮、ね、そうですね、以来なんですけど、もう9月ぐらいからもう全然組めなくなっちゃって、あ、なんか要因とかって、疲れですね、いろいろ練習いろんな種類やってて、で疲れ取れなくなって、はいはい、結構悪い方向に全部行っちゃったから、いろいろやろうと思ったことがこう帰って疲れちゃって、はいはい、今ちょっとシンプルに練習もシンプルで、あ、いつぐらいから練習は切り替えたんですか。あ、もう、はい、切り替えました。いつぐらいからこの、4月ぐらいですね。4月頭ぐらいから、ね、じゃあだいぶ、あの、千葉でもね、久しぶりの一着ありましたもんね、負けてね、仕掛けてのあれなんで、じゃあちょっと手応えも、その負担もなくなってきて、ね、手応えも、はい、2月21日はお誕生日でしたけど、はい、何か奈良でした、奈良県です乗ってましたね。何事もなく過ぎてくれと思ったら、本当に何事もなく過ぎてくれました。よかったです。宿舎で何かお誕生日会っていうか、ケーキか何かあるんですか。あるところもあるんですけど、はい、奈良はなくて、奈良なくて、もうむしろもう、はい、本当にもう黙ってましたね。誰も知られたくないです。触れてくれる。言わずに。そういうタイプなんですね。はい、そういうタイプでした。そういうタイプでした。わかりました。松坂ね、あの、7年ぶりなんですよね、実は。あ、そうです。2009年の1月の A 級戦以来、はい、はい、そうです、ね。中日一着で、はい。もうなんかでも忘れちゃいましたね。さすがに印象ないでしょうね。ね、初めての、迷わず来ることができましたか、ここまで。そうです。あ、タクシーです。タクシーですね。ちょっと戸惑いますね。初めてのバンクのようですね。7年ぶりだとね。そうですね。走れば思い出すかもしれないですけど。はい。いいイメージを。結構まさか風が強いんですけど、はい、その辺はどうですか。全然もう風とか大丈夫です。あ、全然気にしない。じゃあちょっとまさかの、ね、走りはちょっと心強いですね。そうですね。もう四日市とかも強いですけど、全然強くてもいいやぐらいな感じ。